ガチゴチゴチゴチガチゴチゴチガチゴチガチ通常攻撃でこんなに攻めれちゃう。セナスダモコグナスです。ということでバウンティーラッシュ楽しんでいきましょう。今回はスーツゾロガチ編成やっていきたいと思います。メダル編成はこんな感じ。なんか新しくさ、ワノ国ピックアップガチャっていうのが出てさ、これ運営さんによるエンマゾロの伏線なのではないかということでね、皆さんエンマゾロマジで楽しみですよね。ただね、まあ、だいぶ前に出たこのスーツゾロもめちゃくちゃかっこよくて強いということで、今回、環境ぶった切っていけるよ。やっていきましょう。どうぞ。はい、頑張っていきましょう。いや、今回シャンクスさん比較的少なめで助かるな。まあ歌、いや歌のまずシールドを剥がして、であの歌たーさ聞かなければ倒せるんで、まあちょっと頑張ってやっていきたいと思います。と頑張っていきます。いやここはまず先手必勝勇気リンリンでぶち込んどいて、ここからと攻めていくかな。オッケー、シールド剥がしてくれたのでかいね。いやこれシャンクさん飛んでくんな。シャンクさん飛んでくるから、これ多分俺の方に寄せといて、カイドの方には行かせたくないね。極力カイドの方には行かせたくない。オッケー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 。でカイドさんはまずゲージを貯めてもらうので専念してもらいまして、オッケーいいよ、守るよ。ここら辺はキットの方がまあ良さげな感じ。これちょっとな、後スキクソでかいんだけど、そんなことカメラアングル取られるの嫌だ。頑張って。オッケー、頑張って。カイドウさん助けよう。いやさすがに肉食べよう。七深い保ってんで、あそこのタゲシャンクスさん取れる。ここでしっかりとぶち倒していく。いいよ。いやまずカイドウさんはしっかりとゲージを溜めさせて防御力を上げさせていて、上げさせてあげた方がさすがに強いということで、オッケー、しっかりと守っていく。これでカイドウさんゲージで防御力マックスだね。まあこれでしっかりとウィンウィンウィンということで、いやここら辺はねちょっとね飛んできそうな気配がありますので、しっかりとキルパクをもぎ取っていきたいと思います。すいませんでした。今から一瞬で逃げたいと思います。通常攻撃でこれでおいしょ、俺も避けちゃうよ。あ、通常攻撃対決なら負けないよ。オッケー、いいね。さあ、ここで、誰だ？マルフォイね。あ、マルフォイ追い出される。ここは鳥貴族に出荷されますんで、オッケー。で、しっかりと僕が代わりにお宝ゲージ内に入ってあげるよ。まあ、カイドさんのこの押し出しはきついんで、まあ、真ん中のね、はた、やべ、言うて僕もね、守る手段がないんだよね。ちょっとせー無理だった。いやだけど、まあ、正直マルコに関してはダメージもゼロにしてしまえば効くんでね。うん、オッケー、効くよい。しっかりとここぶち出すでさ。おい、白ひげ海賊団多いな。どうな、今日も白ひげ海賊団。いや噛んでくるよ、噛んでくる。オッケーオッケーオッケー、いいね。さあこっちゲージ貯めれたんで、まあ僕はねしっかり裏守ってくる。僕だ、それはめちゃくちゃ味方だ。カイドウ、一緒にさっき助けてあげたじゃないか。こっち来た。すっごい歯白いね。どこのホワイトニング行ってんだろう。ここら辺シャンクスマックスロー、行くぞ。あとスキーでかいぞ。これあとスキーでかいぞ。カメラングも取られるぞ。ジャスカヒ入れる。いや、ま、え、待てよ。いけるいける。通常攻撃なら勝てる。オッケー、強い。通常攻撃最強。さあここからまたカイドウを守っていくぞ。もうカイドウ守ってるやん。いや、エンマゾロでカイドウを倒せよ。エンマでカイドウ、ジャスカヒ入れるよ。通常攻撃対決負けないよ。通常攻撃、通常、通常、通常。んー、ジャスカイヒエ。オッケー、全部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 ジャスカイヒエ。全部ジャスカイ、全部ジャスカイ、全部ジャスカイ。あいしょ、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 あ、ダチバグ、あ、よいしょー、スーマした顔しやがって。スーマし顔。どういうこと？あそこマルフォイ来てんな。ま、マルフォイ体力ゼロにすれば、ここ手離せるんで大丈夫ですね。この体力であれば、はいしょー、鳥貴族集荷。ここカイドウさんいるんでお願いしちゃおう。で、もう一回ブースト来ます。で、シャンクスさんです。これブースト来てから一応スキル2年のため使う。このちょっと、このちょっと近い距離でどこやってんの？何してんの？何？びっくりした今。いやでも大丈夫、ここ通常で倒せるから。全然通常で倒せるから大丈夫。いや残り3秒で倒そう、残り3秒で倒そう、残り3秒。オッケー、スーツゾロいいね。朝からすっごい声出ちゃった。はい、大変さんお願いします。ちょっとここはね後付け多いんでスキル1先にぶち込んでやっていきたいと思います。まあ、スーツゾロね使っていきたいわけなんですけれども、まマジでね、エンマゾロが本当に楽しみよね。エンマゾロのなんかリーク情報みたいなのも聞いてるぐらいには今なんか激アツな、ちょっとね熱々なちょっと年末4周年を迎えそうなんですけれども、だがしかしこのエンマゾロの前にこのスーツゾロもまあ強いということで今回ねやっていきたいと思います。まあ、言うてもここまたすぐ溜まりますんで、後隙多いんよな。これ CTN なら後隙多いんだよね。オッケー、で通常攻撃で攻めれる。あ、シャンクスさん、カイドウナイス。まあ、通常攻撃でシャンクスさん破棄状態でターゲット取れないんだけれども、まあ、でもそれでもこの通常攻撃が強ければ全然十分と、いうことで、ガチ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 、通常攻撃でこんなに攻めれちゃう。通常攻撃でこんな、うわそれ嫌だな、すっごい嫌だな。それすごい嫌だ、すごい嫌だ。あ、オッケーオッケーオッケー。これロジャー船長のとこ行きたいな。これはジャスカイ入れて、オッケー、これでぶった切っていく。いいよ。さあここちょっと回復もらいたいね。あ、無理だった。さあもう一発いきます。そうスーツゾロはね、今環境では世にも珍しい状態異常が効くキャラということでね、あ、これ最高
いや、ブースト前にこんなに枯れたんでかいね。今の環境ではすごい珍しいんだけれども、状態異常が効くんですよね。状態異常が効くキャラということで、まあ、やらせていただいておりまして、まあ、そこがちょっとしんどいかなっていう、まあ、さっきみたいな歌とかね、効いちゃうんで、ここ通常攻撃の火力じゃない、めちゃくちゃ高い。で、ここ、赤犬さんもこれで一発捕まえてしまえば、よいしょ。じゃあスカイ入れて、はい、これでザザザザと一瞬で、はい、一瞬でまずこれ無敵剥がせます。で、通常攻撃対決なら負けないよい。通常攻撃対決は負けないよい。強すぎ。歌なんだよね、歌なんだよ、全部元凶は。ピロリロリーンっていうことで、最後は和みやっていきたいと思います。まあ、ここで最後は旗をいい感じで、歌がね本当にきつい。いや、歌なんだよなマジで。いや、ちょ、ここ危ない。ナイス。あそこ取れそうだね。一応助けに行っとくか。ここは一瞬で取れるように、一瞬で取れるように助けて、おっと、ここ頑張って取ります。で、最後はまあ無敵が私ござい、今ずぐー海は見ている、大丈夫。ここでも、あ、なるほど、私無敵だから関係ないの。はい、さよなら。よいしょ、オッケー、無敵作業。さあ、あっちはもう街道ゲージがあるんで、ここ最後とか効かないよ、そんな攻撃。あ、それは効くな。あー、ということで最後の最後、これなんかさりげなくラストブースト一発ぶち込めそうだね。このカイドウの後ろ見えないところから見えないようと、バーン。あ、やべ、今カンタヒだ。今カンタヒじゃったかな。ごめんごめん。あの、本当に調子こいでごめん。あいさ、いや、スーツゾロマジかっこいいね。てか、スーツゾロさ、こんなにかっこいいのね。マゾロ来たらどんだけかっこいいんだろうねっていうような、この、いや、マジ楽しみだね、4周年。ということでね、やっていきたいと思うんですけど、またね、まあ、フィルムレッドで一回バーンと来て、今若干ちょっと落ち着きはね、あるんで、そこでまたね、再熱して、まあ、バウンティラッシュが盛り上がったら嬉しいですね。ということで、やっていきたいと思います。よろしくお願いします。まあ、言うてもな、ちょっとシャンクス環境性。でもさ、なんかさ、リークのやつ見たんだけどさ、本当かちょっとわかんないよ、正直。正直本当かわかんないんだけど、その、一つ言いたいのが、緑アタッカーだったんでね、もう緑アタッカーは言って、もう緑アタッカーはいいよ。いや、これシャンクスさん、タギト絶対無理だな。ここちょっと頑張って間に合わないかな。もう緑アタッカーはね、本当にもう、ちなみに赤犬さん、通常攻撃対決負けないよ。うん、マジで強いから。通常攻撃対決マジで強いから。ジャスカイ入れる。あ、気絶効かないんで、意外とこれが効くと。あ、通常、ゴジ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 、はい、ゴジゴジゴジ、ゴジ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 で攻めて、これお肉バックンチョして、ジャスカイ入れて、オッケー、いいね、さ、これ取っちゃった、いいね、快晴じゃんってなんかあったよね、オレンジレンジで。いやー、もう緑アタカ、あ、そう、スネークマンで取ればよかったのに。いや、本当にさ、楽しみだね。これヤマトちょっと早めにパブロンしといて、で、ここは大戦世界で、まあ、しっかりと、まあ、ここね、相手のお宝エリア、ジャスカイ、ヒ、あ、待った、そ、ごめんなさい、ごめんなさい、オッケー、全然効かない、地味にダメージカット特性ある。まあ、ここカウンター、どうせカウンターの節なんでね、ヤマトは。これ一発だけ助言しといて、はい、カウンター来る。オッケーオッケー、さ、ここで、ゴチゴチに、あ、立ち場が良くないな。これでゴチゴチに攻めよう。オッケーオッケー、いいね、いいね、いいね。赤犬さん多分そこまで、多分ね、ヤマトのダメージ与えれないと思うんだよね。だから僕が責任を持ってヤマトをぶった切っていこう。さあ、ここら辺ブースト言うても火力がございますので、オッケー、通、いやー、待って。いや、任せてほしいな、ここ。いや、カウンター任せろ。ジャスカイ入れる。オッケー、これ通常攻撃で、あ、ヤマト、一瞬でぶった切ることができるんですよね、赤犬さん。ここはしっかりと取っていきたいと思います。あっちの真ん中の旗、助けてくれると、中よしということで、ここら辺はちょっと見て、一旦様子見て、いや、これぶち込みたいな、これあのスキル1シャンクさんにぶち込みたいな、このブースト中に。いや、待てよ、ここは待て、赤犬さんにまずこれ当たる。あ、うん。待てよ、あ、ベンベッベベン、ベンベッベベン、これワンチャンない、ない、はい、オッケー。いや、危ないでしょ。オッケーオッケー。いや、これな、ゾロ唯一マジで状態異常効くっていうのがちょっと難点、難点よな。ジャスカイヒー、オッケー。ちょ、ここ誰か真ん中、助けて、真ん中。ここはちょっと最後頑張って旗を抜いていきたいと思うんですけど、やっぱ環境的に状態異常効くって厳しいね。わかりさん、あっち飛ぶかな。あ、飛ばない、なるほど。いや、こっち、いやー、ウッド一人裏行った、なるほどね。まあ、ここ一旦無敵入れといて、の、まあ、ここ一発多分取れればでかいから、これ近づく、回避誘う、で、ボーン、ぶち込む。待てよ、これもでもワンチャンまだ取れるから、回避誘う、はい。オッケー、追い出して取れる？取れないね。あ、でも3旗取れてる。なるほど。最後まあ無敵でちょっとお別れしていきたいと思います。対戦ありがとうございました。あ、かわいいね。あー、最初にしなさい。いや、これさ、裏さ、闘技場なんだけどさ、いや、マジでもうシャンクスフィーバーだ。ガチずっとシャンクスフィーバー。もうシャンクスしかいない。いや、ほんとにね、新しく超フェスが出てね、それこそエンマゾロが出てね、もうこのシャンクス環境をね、ちょっといい、もうちょっといいバランスにね、してくれたらいいかなと思うんですけども、それも期待を込めて、スーツゾロで環境変えていきましょう。よろしくお願いします。まあ言うたらシャンクスもきついんだけど、歌もきついんだよね。何回も言うけど。まあでもそれでもね、ちょっとまず通常攻撃は、それでも一番最強なんでね、頑張って、シャンクスこれ飛んでくんな。危ない、オッケーオッケー、これ後ろからさりなく、後ろからさりげなく、ここでどっこいしょ、オッケー。
これが楽しい。まあここ一旦助けていきたいんですけども、さここヤマッチはね言うて通常攻撃、あの通常攻撃で結構勝ちますので、え、いいね。あ、お、わかるよさん来た。わかる、はいはい。歌、俺絶対歌許さないよ。危ない、そっちね、わかるよさんの方一体、通常でしっかりと逃がさずにぶった切っていいね。いや、これでも通常、あの、スキル1打っちゃうと、わかるよさん、じゃあ、スカしやすいんだけど、そこなんか、被災見てしまえば、アートスキルの大きいスキルでも打てると。歌ね、ここ助けてきたよね。オッケーオッケー、これスキル2で飛んでくる、歌、ナイスー。さあ、ここら辺は、ちょっと様子見て、一緒に、旗取りを手伝ってか、おでんさん、これ多分握って体力回復したよね。分かってるぜ。あそこも助けて、ここで、いけ、当たらないね。オッケー、ここ通る。オッケー、で、ロージャー船長でしょ。かまされ危ない。え、